法は琉球大学病院がんセンターセンター長診療教授増田正人様。はい、センターの増田と申します。冒頭、会長から宮平会長から説明があったんですけど、私はいつもせいちゃんと呼んでるんですけど、せいちゃん増田って呼ばれてるわけですけど、2期生というのはですね、私は昭和57年復帰10年目に沖縄に参りまして、もう、今59ですから20歳の時に参りましたので、もう今こう39年目になります。ずっとこちらで生活しております。で、2期生というのはですね、鉄の結束でして、いまだにメーリングリストがありまして、そこでいろんなプライベートのことも含めていろいろ相談をしたりですね、情報交換をしたりしているわけです。大学のことでかなりプライバシー、お互いのこともよく分かっていて、で、本土から100人の定員だったんですが、本土から50人、地元から50人、で本土から来た私みたいな人間が十数人、地元に変わらずですね、沖縄に残って、今もずっと移動しているというところです。せいちゃんはいまだにうちの2期生のアイドルでして、いつも元気よくお互いを引っ張っていくれます。では早速ですね、今日の講演に移らせていただきます。で、今日はがんと就労についてということで、今日は臨時法人会の経営者モーニングセミナーということで、今日はいろんな指導的立場にある方々が大勢いらっしゃると思いますので、少しお願いも兼ねてですね、お話をさせていただきます。今日の内容はですね、このチラシといいますか、今日の私のこのスライドでもここに印刷してまいりましたので、これ見ながらですね、聞いていただけるとありがたいなと。それだと後で資料の説明をさせていただきますので、資料は後でご覧いただいて、これ見ながらですね、ちょっと字も小さいものにしてしまった部分もありますので、見づらい場合はこちらをお手元に置いてですね、確認をしながらお願いいたします。で、今日は内容としましては4つありまして、このメインテーマのがんと就労についてというお話、あとはその後2番3番は一般的ながんのお話、そして4番が、国と沖縄県の全体の傾向につきまして、対策につきましてお話をいたします。がんに関しましては非常に名シーンですとか、誤解が多いものですから、そういった意味で少しちょっと聞いていただければと思います。で、一番今日皆さんに、最初にこう、いつもこのスライドを使っているんですけど、女性は60歳までに9人に1人が、男性は60歳までに14人に1人ががんになります。で、今後私たちは多分70歳まで通常働き続けることになりますし、今年生まれた人は多分75歳後まで、75歳定年になると思うんですね、いずれはですね。もともと日本の、僕の言うものなんです、社会性っぽいですけど、もともと日本のいろんな制度というのは、55歳でリタイアして、65歳で亡くなるという、そういうことが前提として作られたものなわけですよね。で、それを50年間、変更なしに引っ張ってきたものだから、そもそも私がちっちゃい頃は定年は55歳で、大体人間65歳で亡くなる。ところが今は定年は60歳で、伸びた60歳になりましたけど、我々が亡くなるのは65歳では決してなくって、80歳、85歳で亡くなるのが普通ということになります。で、そういった意味で制度上おかしいわけですが、実際その70まで働くことで考えると、働く年齢として5人に1人がそれまでにがんになるというのが今の実情なんです。ですから、それまでに働いている方ががんになるということはごくごく当たり前のことなんですね。そういった意味で、がんと就労というのは実は切っても切れないところでありまして、さらに今がんの治療は急速に変貌を遂げてまして、平成の時代に入りまして何が一番変わったかというと、治療がほとんどが外来治療に変わりました。入院というのは極めて限られた特別なもので、例えば手術をする、その手術も昔は胃がんの手術して1ヶ月入院していたのは、今も普通はせいぜい1週間しか入院しません。小さな手術でしたら1泊2日とか3泊4日ぐらいで、別に月曜日に入院したらもう金曜日には家にいる、
これがほとんどのがんの治療の手術なわけです。それで、抗がん剤治療も今ほとんど入院しないでできるようになりました。つまり現在はがんの治療は基本は外来でする。入院というのは特別なもの。そして何は一番大事なことはその今日のチラシにも書きましたけど、皆さんのそれぞれの立場、例えば家庭での立場をそのまま維持しながら、お父さんであり、お母さんであり、おじいちゃんであり、おばあちゃんであり、その立場をそのままキープして、で、かつご自身の仕事もキープして、趣味もキープして、その上の隙間を狙ってしていくのが、がんの手術と、がんの治療ということになります。ですから、仕事を続けるというのはとっても大事なことだということになります。でところが実際問題としては、私たち医療者はもう30年前からそういう感覚で始めまして、私が15年前にがんセンターに移行しまして、それからまあいろんな検査活動をしているんですが、やっぱり我々医療者と一般の方々のギャップがすごくあります。ですから、まあ、がんは人生の1ゲージではありますけど、実際に今はそういう時代になったんだ。だけれどもなかなかあのがん患者さんもそうですけど、がん患者さんもお勤め先の上司の方や経営者の方々の認識が未だに今、昭和の時代の認識だというところで、そこに非常に問題がある。すでに、時代は平成ではなく令和に入りました。令和になりましたら、いろんなことの合間を縫って隙間を縫ってがんの治療をしていく、そういう時代が本当に地域で沖縄県でもできるようになればいいなと思って今そういう活動をしています。そのためにも、まあどれぐらい皆さんが今の、会社、職場でですね、がん治療と終了が両立ができているかというチェックリストを持ってまいりましたので、まあ、それを確認していきたいと思います。で、一つ目、経営者の方針と理念、経営理念なんですが、社税や、経営理念に健康、社員の健康や幸せが含まれているイエスかノーか、ぜひ皆さん自分で丸バツつけて、丸バツじゃないですね、イエスかノーかをつけていっていただければと思います。で、2番目、経営者は社員の健康、元気な良好な経営につながることを折にくれて発信していく。3番、経営者が発信した健康重視のメッセージが社員に浸透しているかどうか。4番、経営者が社員に声をかけ、会話する機会が日常的にあるのかどうか。次、B、職場の雰囲気、コミュニケーションについて。普段から互いの健康状態について気軽に、話せる。2番、病気になった時、お互い支え合う雰囲気があるかどうか。3番、普段から社員一人一人を大切にするという雰囲気があるかどうか。4番、家族が病気になった時も相談できる雰囲気があるかどうか。これは職場の雰囲気、コミュニケーションです。C、体系休暇取得とがん検診の奨励。1番、管理主体や時間単位での有給休暇の取得が可能であるかどうか。2番、傷病休暇、療養休暇が取得できる制度あるいは相談によりですね、取得できることができますかどうか。3番、がん検診を受けやすいように会社で雇用費用の、費用の補助をしているかどうか。4番、勤務時間内の受診や特別休暇制度を設けてがん検診の受診を奨励しているかどうか。次に勤務時間や内容の工夫です。1、体調に合わせて短時間勤務での相談調整ができるか。2、本人が希望すれば復職にあたって配置転換や役職面倒などに柔軟に対応できるかどうか。3、軽作業や定型作業など体調管理がしやすいように仕事の内容を調整できるかどうか。4、体調回復に応じて仕事量や内容を増やす相談もできるかどうか。E、上司、人事、労務担当者の対応。1番、上司は部下が健康を維持しながら働けるよう声かけを支援しているかどうか。2番、人事労務担当者は社員が病気になったとき、休暇・休業の取り方や無理のない働き方について相談に乗っているかどうか。3、上司や人事労務担当者は癌になっても退職せずにきちんと治療しながら無理なく働くことを進めているか。4、人事評価は働き方に応じて公正に行われること、病気の社員や周囲に説明しているかどうか。F、これ最後ですが、外部資源との連携、情報活用。1、がん治療と就労の両立支援に関して情報を入手しているかどうか。2、治療と職業生活の両立支援ガイドラインの存在を知っているかどうか。3、医療保険専門職、医師や保健師、看護師との相談ルートがあるかどうか。4、
がんになった社員の主治医との連絡方法、手段を手順を知っていくということです。まあ、6つ、それぞれ4つですから、全部で24項目について、皆さんにまあ、確認をしていただいたわけです。これおそらく、まあ、がんだけじゃなくて全ての病気にも通じます。実は一般的な多分企業経営にも通じるものではないかと思っておりますので、ぜひまあ、その皆さんそういうお立場になる方が多いらっしゃると思いますので、この点について常にこういうところをチェックしていただいて、ご自身の会社の経営ですとか、その社員の方の働き方が、まあ、スムーズにいってるかどうかというのは一つこれは、まあ、大きな要因ではないかなと思います。でそれにつきまして、まあ、いろんな組織が今ありまして、沖縄県ではですね、今日持ってまいりましたチラシなんですが、沖縄県地域両立支援推進チームというのが実は、3年前から発足しまして、これを見ていただいて、私もその一員なんですが、まあ沖縄県労働局がですね、本部を取りまして、ハローワークですとか、まあ、そういうところと、まあ、連携をして、まあ、今そういうチームが対応しているということになります。あと国もですね、このサラリーマン金太郎、まあ、我々の世代だと、まあ、知っている本谷博の、まあ、有名な漫画なんですが、私は男一匹ガキ大将が好きで、それで育った世代ではあるんですが、本谷博、そしてもう一人、もともと課長島耕作で、今会長島耕作で、長期連載がありますから、島耕作の、まあ、こういうところを狙ってですね、厚生労働省もですね、まあ、漫画を使ってですね、啓発活動のパンフレットなんですが、お使いになるかと思います。で、あともう一つ、私たちが5年ほど前に地元でですね、まあ、もう6年になりましたね、これ日本で最初に作った、私のがん病院にがんセンターで、まあ、治療と就労で、がん治療と就労の、まあ、手引き書っていうのを最初に作らせていただきました。私個人的には日本一とか日本初が好きでして、私のところでは日本一、日本初が多分8つほど私の病院にがんセンターではありまして、まあ、それなりに評価をいただいております。まあ、ちょっと自慢話なんですが、まあ、今日そういう、まあ、元気印の経営者の方が多いと思いますので、まあ、私もそういうつもりで仕事をしております。それでまたこれもご参考にしていただければと思います。で、ぜひがん治療の仕事龍大病院では毎月ですね、2回なんですが、金曜日 の午後ですね、ハローワークから、就職支援団体ディレクターと仕事の相談ということで、実際今働いている職場との間に立っていただく方を月2回お呼びして、がん患者さんの相談支援を行っています。また実際に職場亡くなった方のですね、就職の相談を龍大病院がんセンターの方で専門家を呼んでしております。つまり今やがん患者さんになったんだから、やっぱり就職しようよねっていう、そういう時代なんです。ですから必ず最初の時にお仕事なんですが、まあ、がんになって仕事を失った方でもですね、逆に呼んだ方が後押しをして、その方の就職の手助けをする、そういう時代に今もうなりつつありまして、うちもその世代で始まりますので4年になるんですけど、まあ、そういった意味で時代はだいぶ大きく変わるということになりますので、ぜひ皆さんもがんと就労、まあ、皆さん自身ががんになる時は必ずお仕事は続けていただく、でまた逆に皆さんの会社の方ががんになってもぜひいろんな立場でですね、そのままできたらその仕事を続けていただけるような環境づくり、もう一つは、まあ、それが難しければ、まあ、例えば役職をなくして、まあ、できる仕事を続ける、やっぱり私たち仕事をするというのは人生の一つの大きな目標でもありますので、ぜひそういうところを皆さんご協力していただければと思います。まあ、今日私のお話したいことはこれに尽きているわけですので、ぜひ皆様の特にここは多分意識の高い方が揃ってらっしゃいますので、ぜひ皆さんのところからそういう職場を作っていっていただいて、それが沖縄県内に波及していけば一番いいんじゃないかなと思いますので、できるところから始めて、あと突っ走っていけば必ず多くの人がついていきますので、ぜひそういう、まあ、なんて言うんでしょうか、先頭を切ってやっていただけるととってもありがたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
で、これから先は少しがんの一般的な話をさせていただきます。まあ、せっかく呼んでいただきましたので、一般的なそのがんについての、常識ですとか、少し医療者の常識と一般の方の常識にちょっとずれている、これは別にがんに限らず、まあ、いろんな領域でいろんな、まあ、医療の部分でそれもありますし、多分それぞれ皆さんのお仕事でもあるんじゃないかと思うんですよ。業界の常識と社会の常識にちょっとずれがあるんです。それは私の職場も一緒なんですけど、まあ、がんについてはそれがかなりこう命に直結するものですから、少しその点についてお話をさせていただきます。で、まずがんにならないためにどうしたらいいんですかって聞かれます。ところがですね、がんのリスクを下げるものってほぼないんですよね。ですから、せいぜい結腸がん、大腸がんのですね、で一生懸命運動をするとほんのちょっとリスクが下がるということなんですが、それ以外のことでがんのリスクを下げるものは今のところ何一つ見つかっていません。いろんな研究がこの100年されてますけど、何一つ見つかりません。多分今後も見つからないんじゃないかと思います。ですから、がんをならないように何かを努力してがんになるようにするということはもう無理です。多分医者は誰もそんなことはしていません。まずそこのところ今びっくりしてる方がいらっしゃるんじゃないかと思います。で、ただがんのリスクを上げるものは結構分かっていて、一番はタバコです。もう1にタバコ、2にタバコ、3しがなくて5にタバコで、とてもタバコについてはすごくリスクがあるということは分かっています。ただそのタバコですが、全てのがんのリスクを上げるわけではありません。ここに書いてある、まあ、がんの200種類ぐらいのがんの中で、わずかこの十数個のリスクを上げるだけなので、タバコ吸うから全ての人ががんになるわけでは決してありません。ですから、これで言いますと、これ比率が書いてあるんですが、例えばタバコを男性で見ますと全体として、まあリスクが 53% ぐらいのことが解明されていて、そのうちの一番は喫煙、タバコなんですが、あと感染、これは C 型肝炎、B 型肝炎の感染ですとか、これで肝臓がんになることがあります。あとは、ヘリコバクターピロリといって、まあ、日本人だったら9割以上の方が私の年代だと思っているばい菌なんですが、そのばい菌によって胃がんを起こしていくということがあったり、まあ、あとは、ヒトパピローマウイルスといいまして、子宮がんや男性の陰茎がんや肛門がんを起こすような、そういうウイルスになります。そういったのが感染のリスクということになります。ですから、ただ後のリスクってそんなにないんですよね。まあ、お酒をいっぱい飲んでしまう、まあ、大酒飲みの場合はちょっとありますけど、例えば塩分を減らすとか、肥満にならないとか、果物を摂るとか、野菜を摂るとか、運動を摂るとか、これを逆に言うと不足が癌のリスクになるではなる。プラスとマイナスで言ったらプラスなんですけど、実は気温リスクで、気温の貢献度で見ますとほんのちょっとなんですね。ですからほとんどがタバコとその感染と、まあ、大酒ということになりますので、まああとはそんなにないんですね。で、具体的に、まあ、タバコがどんなに悪いかというと、これはイギリスの1951年から2000年まで50年間英国人の男性医師を追っかけた調査によりますと、タバコを吸ってる医者は、タバコを吸わない医者に比べて、まあ、10% 10年ぐらい早く死ぬことが分かっていて、まあ、多分大体こんな感じだろうと。タバコはがんのリスクもなりますけど、動脈硬化のリスクになって心筋梗塞や脳卒中を起こすことになりますので、そういった意味でリスクトータルで10年早く死ぬ、だからタバコはぜひやめていただければと思います。で、結論から言うと、がんの最大のリスクはタバコでなくて、実は年齢を重ねることなんですね。最大のリスクは加齢です。がんを完全に予防することは無理、ただリスクを下げることができるから、タバコはやめましょう。タバコがない世界を作ることはとても大事。あともう一つは、ワクチンによってがんが予防できます。これは今日本では止まっていますが、ヒトパピローマウイルスに対するワクチンが実際打てます。実際今集団接種は止まっていますが、個人接種はできまして、それぞれの市町村で、申請をすればタダで、予防接種をすることができますので、ぜひそれは、ぜひ小学校6年生ぐらいから中学生までのお子さんがいましたら、ぜひ何しろお孫さんがいましたら、必ずこのワクチンは予防接種を受けていただくことを強く私としてはお願いしたいなと思います。
で、何に対する二次予防、二次予防っていうのは検診のことです。で、早期がんになることは予防できませんが、がんで死ぬことはある程度は予防できます。それは早期発見、二次予防で多くのがんは、治癒、完治することは可能だからです。で、今現在、胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮頸がんの検診が集団で行われていますので、ぜひこれは毎年受けていただければと思います。これはぜひお願いしたい。で、なぜそういうことがお願いしたいということかというと、このオレンジのグラフは何か症状があって行った人の、ごめんなさい、オレンジのグラフは検診で見つかった人の5年生存率、見ていただきますとかなり高いですよね。とても治療の難しい肺がんを除けば9割前後ところが、症状があって何かのきっかけで見つかった方は大体5割、場合によっては肺がんに関してはもう 20% 切っているという状況、これぐらい違うんですね、治りやすさが。ですからぜひ、ごめんなさい、検診を受けていただければと思います。で、次に、がんの統計なんですが、実際どれぐらいのがんになっているかというと、正確な統計ですと、これが最新データになりますが、日本全体で86万人、6年前にがんになっていますが、今推計値ですとほぼ100万人を超えました。去年1年間でがんになった人の推定なんですが、日本全体で100万人以上の人ががんになっています。沖縄県内では現在約、9000人弱の方ががんになっているということです。ですから沖縄県民には1時間に1人ががんと診断されています。で、また3時間に1人ががんで亡くなっているということで、がんは非常に身近な病気です。万が一がんになったらじゃないんですね。テレビの CM でもありました。転出する際が、毎日がん、がんは違います。万が一ではありません。がんは2人に1人です。実はもう男性は3人に2人近くがんになりますが、基本的には男性の場合は、がんになることを前提に人生設計をしていただくといいのかなと思います。3人に2人ということは、あれですからね、何なのか少数派なわけですから、基本的にがんになるわけですね。ですから、そういう意味では、そういうことを前提に、考えていただくということになりと思います。で、先ほどお話ししたように、70歳の時に5人に1人ががんになり、60歳の時に女性は特に乳がん、子宮がんが比較的若い方にがんがかかるというものですから、9人に1人ががんになるということになります。で、がんというのは、かなりいろんな種類がありますが、結構がんというのは人からげるのはなかなか難しくて、ここでありますように、がんの5年生存率ってすごく違うんですね。一番右に出て、一番右が 100% で、一番下が 0%。 5年生存率、5年生きられることで見ますと、前立腺がんはほとんどなくなりません。 97.5% の方が生きている。だけど、膵臓がん、前の小永氏が膵臓がんで亡くなりましたけど、膵臓がんの治療すごく難しいんですね。その治る方もいらっしゃいますけど、大体 10% 弱のしか治らないということになります。だから、がんといってもかなり治りやすいがん、長期間生存できるがんからかなり難しいがんまですごく幅があるということは、ちょっと頭の片隅に置いておいていただける。ですから、がんだからといってその方の対応、職場での対応というのは必ずしもそのがんだから全員にできる割合みたいなものはちょっとできないんですね。治療も違いますから、手術が中心の治療のがんもあれば、抗がん剤が中心の治療もあれば、放射線治療が中心のがんもありますので、治療期間も、きっとで終わりということであれば、それこそ1週間で治療が済んじゃうがんもありますし、また、1年ぐらい治療にかかるがんもありますので、それぞれ職場の対応も違っているということになります。女性もこれだけ幅がある。あと、もう一つは、同じがんでも進行度によって全然その治りやすさが違います。一番例を示しましたけど、皮膚がんだと局所にとどまっている場合は 95% ぐらいの方が治りますが、やっぱり例えば肝臓とか肺に転移してしまうと 10% 切ってしまう。これぐらい同じがんでも幅があるんだということですから、がんの種類によっても治りやすさ、治りにくさがだいぶ違うことと、同じがんでも進行度、いつどのタイミングで見つかったかによっても、
治りやすさ、治りにくさがこんだけ違うんだというところをぜひ皆さんご理解していただければと思いますし、そのつもりで対応していただけるとその社員の方がありがたいんじゃないかなと思います。で、実際がんの治療療養の過程におきましては、このような形でちょっと字が小さくて恐縮なんですが、ライフコースといってがん治療療養の過程というのを限り理解していただけるとよろしいかと思います。で、やっぱりがんというのはその死類と見つかった時期によりまして治るか大体治るという場合となかなか治療は難しいところ、あとは、もしかしたら治るかもしれないと大きく3つに分けられます。ですから、その時点である程度の3つの分類ができてしまうんですね。で、幸いなことに治癒を目指せるがん、ないしは治癒を目指せる時期であれば、一生懸命治療するということがありますが、残念ながら診断の段階でもう治すことはちょっと難しいなという人が大体3分の1ぐらいいらっしゃいます。その中でも延命を目指せる場合と、要するに、何もしなければ3ヶ月に半年のところを例えば治療することによって2年3年延ばせる方と、それさえも難しい場合があります。ところがここの説明を実はきちんと今の段階では残念なことにきちんと沖縄県内のがんの専門医がきちんと説明をちょっと怠っている部分がやっぱりあります。全員の方ではないんですけど、一部の方そういうところの説明が苦手な医師が中にはいるものですから、ここの説明が非常に曖昧ですと患者さんが目指すものがずれます。主治医が目指すところとご本人が目指すところ、ご家族が目指すところというのはすごくギャップが生じてしまって、そこでいろんな不幸が生まれてしまう。本人は助かるつもりに頑張っているのに、最初の説明の段階でもう本来であればもうそれは難しいということをちゃんと最初の段階で説明すればいいものを、それを後出しじゃんけんのように後になって話している場合によっては、亡くなる直前にお話しするようなことがまだ日本および沖縄県でもあるのが実情です。ですから、がんだったら自分がどの立場に今いるのか、自分が今ここの資格の中のどこに立っているのかというのをしっかりこう理解していただいて、それでがんの治療に臨む、また仕事に臨む、また家庭の役割に臨む、そして人生全体のことを考えるというのはとても大事なんですが、ここのところをが今とても我々私も含めて医療者側の説明がつかないものですから、そこで患者さんとの意識のギャップ、理解のギャップがあって、多くの場合患者さんにそのしわ寄せがいくという状況があると、それが今のがんの治療の一番の問題です。実際に、今がんの診断と治療ということでいろんな治療がありますが、個々の治療に関しましては日本は世界でおそらくトップグループ、おそらく世界で一番の治療を日本人は普通にがんの治療を受けることができます。手術は世界でおそらく日本の外科医は一番上手ですし、またいろんな収入に応じてですね、日本以外の全ての国の韓国はそうでもありませんが、ほとんどの、90% 以上の国は基本的にはその方の収入に応じた治療をするというのがほとんどの国の医療のあり方になっていますが、日本だけというか日本およびごく一部の国だけは収入がゼロの人も収入が1億円の人も全く同じ治療をしますし、私たちもそこで何か変えるということは一切しません。でもそれは行われている国は世界の中でごくわずかなんですね。そういった意味で収入が1億の人も収入が1万円の人も本当に全く同じ治療を受けている。その意味では日本は世界で一番の治療ができる国であります。ですからそこのところはほとんど大丈夫なので、それはご安心ください。ただし残念ながらそのさっき言ったようなきちんとした、意思決定支援、これは沖縄県のがんの計画にも書き込んでありますが、私はこれ作る委員の一人だったんですが、ここのところをぜひ日本でコンセントセカンドのアドバンスケアプランを十分に行う医師が多くて、患者の気持ちに寄り添えない医師が多い、結果的にがんの診断確定診断を行っている時代から終末期の時期まで患者と主治医の意思疎通が十分に行われていないため、率直な意見交換ができないのに最後を迎える患者さんが多いということ、これは沖縄県の関係に入れていただきました。
私はあの、少なく相談支援情報提供の国のがん計画の時の、まあ、あの末端の委員の一人としてですね、あのいろんなことを提言したので、国の計画におりませんでしたが、1年くらいで作ったあの沖縄県のがん計画では、この3つ、まあ、全てのがん患者さんや医療従事者に適切に意思決定を受けられているという条文に入って、かつインフォームコンセントセカンドにアドバンスケアプランニングをすることが沖縄県の医療者の義務になりました。経験とかに書き込まれましたから、これは日本の沖縄だけの話で、まあ、かなり沖縄県の関係については日本の金庫を切っているということになっていまして、これをやることが我々医療者の義務ではあるんですが、なかなかそれが今現在できていないという状況になっているというのが残念なところでして、まあ、もちろんそれの多くの責任は私にあると思っておりますが、ぜひ今後はそういうことがないようにですね、いろんな教育研修でそういうことがないような形を、まあ、徐々に今取りつつあるという状況になっております。で、あとはあの少し駆け足になりますが、がんに関する情報について、がんについて私はあの10年ほど前から国の、まあ、日本国民にあの正確ながん情報を伝えるためにはどうしたらいいかという研究班に入っておりまして、まあ、それであの6年ほど専門家の方々と、まあ、あの研究をしたので、私もともとは白血病や悪性リンパ腫という血液 の病気を見るのが専門だったんですが、実は私は県内ではもちろんまだにそういった意味でがんあの、専門外来を開いておりますし、まあ、あの実は来月、7月からはですね、あの従来病院にゲノム医療の外来を作るんですが、その外来担当は私がしているんですが、実はあの東京では私はあのいわゆるあのがん情報とかがん相談の専門家だったり、あのいわゆる医療行政とかあの、医療政策の専門家としてそういう仕事を東京ではしております。またそういう形 の研究班に入ってあの今落としております。で、まあ、そういった意味であのそういったことの成果を、まあ、できたら地元に還元ということで、あのちょっとこれからその成果も含めてちょっと皆さんにお話をします。あと私残された時間はあと8分ぐらいなのでちょっと書き足してで、大事なところはこの1枚に尽きています。主治医やその他の医療者から情報を整え、情報ってどうするのって言ったら、どんなインターネットのどこのサイトがいいの、どんな本がいいのとか、そういうことがありますが、実はそれは大した問題ではありません。一番下に書きましたが、推奨できるものは限られているので信頼できるものを閲覧するということで、本当に付け足しぐらいです。書籍とインターネット、実は大事なことは主治医やその他の医療者から情報をとことん得ること。それなぜかというと、その患者さんを見ている主治医や看護師の医療者はその患者さんの状況に基づいて最も適した情報を選んで伝えているからです。本当にそうならばその患者さんの現在または将来の状況に基づく個別化した情報であり一般的な情報ではないからです。例えば胃がんを一つも見てみても、ステージ4の人とステージ4の人、1の人に伝える情報が全く違います。例えば30歳の女性で今学校の先生をしています。その方がステージ4の胃がんにかかった場合に伝える情報と、75歳のおじいが今奥さんと2人暮らしだけど歩いてあの 100m のところに今息子夫婦が住んでいると、そういうところに移動して今仕事はしていない、そういう75歳の男性にあのステージ例えば2の方に伝える情報は多分 10% 以外はほとんど 90% は違う情報をお渡ししているはずなんです。そういったのはとてもできるのは主治医以外にはありません。ですからがん情報というとなんかインターネットでしょ、本でしょ、なんかいいものはないのとかよく聞かれるんですけど、実際のところはとことん主治医と話し合っていただくのが大事です。その上で別の医師の意見を聞くセカンドオピニオンというのは大事なことでありまして、必ず別の病院に行ってセカンドオピニオンを取っていただくことになります。私はあの99年に、留学先から帰国しまして、私が留学病院のチーフ血液のグループのリーダーになってからはですね、まあ、ずっともうだいぶ20何年経ちますが、すべて私の会社に関しましては、すべてセカンドオピニオンを取っていただきます。ですから、別の先生の意見を聞くととてもいいんですよね。同じことを、まあ、今時なので、診断違いがあるとか、大きな治療方針に全く違うとはないんですけど、同じことを聞かされても、今私のこの口調で私から聞かされて、いるっていう、まあ、そういったところが合っている方もいれば、あと別のもっと若い先生から話聞いた方がよく分かりやすかったとか、
あるので、主治医は説明の仕方というか個性があります。ですのでやっぱり別の同じことを聞いても私から聞いたから納得できなかったけど、同じことだったと思うんだけど B 先生が聞いたら納得できた、そういうことは結構あるんですね。ですからぜひ他の病院に行って他のドクターの意見を聞くのはとても大事です。あとはがん診療連携拠点病院のがん相談支援センターを活用するということ、あとちょっとパンフレットですよ、紹介しますけど、それをは、ぜひ活用していただければと思います。で本に関しましては私自分の患者さんには基本的に本は買わないで、あとインターネットは基本的に見ないでということを私の患者さんにはお話ししています。それはなぜかというと推奨できる本本当に限られているからです。でその中でも推奨できる本は、まあ、手前にしてもありますけど、私どもの研究を、ね、作ったこのがんだったら手に取るガイド、950円とあのセコリフの後ろに付属している私の同僚、この2冊これで十分です。あとは、今日皆さんにこれ黄色は昨年の版なんですが持ってまいりましたが、今年の版、今年の版ですね、2020年版版が沖縄がんサポート版です。これは実は、全国で研究班の方で6カ所で臨床試験を行って、実際にものになったのは沖縄県だけでして、まあ、沖縄今37の道府県でこれ作られてますね。すべて沖縄県のこの本を日本に作っていた。そういった意味では、私は基本的に仕事はなるべく日本一に、日本一や日本発を目指して、さらにやってる仕事が日本のスタンダードである。つまり、沖縄県の方式が、沖縄県の方式が全て日本のお手本になるような、そういう仕事ができればいいかなと思っていますね。そしたらこれは全ての動画のこれを日本に作っていただいています。まあ、ちょっと前に作られたものですと、まあ、冒険はこの表紙が、今これは、私はちょっと特別思いがあって修理場にしたんですが、ウフヤだったり沖縄県の海の写真だったりしてるんですが、これを某店と某お城をしただけでほぼ内部の城ですとか、あとはキャラクターをここに出して内部ほぼ一緒だったりしてる店もあって、必ずこれが今日本のスタンダードになっております。まあ、これ今2万これを今ですね、2万5000部作っておりまして、今沖縄県9000人弱ですから、まあ、全ての方々に、全ての病院や、あとはですね、役場ですとか、保健所ですとか、図書館ですとか、そういうところで、あとは全ての勧誘局ですから、全ての離島の郵便局で、これを窓口に置いて配布させていただいております。まあ、そういうことなので、ぜひお使いになっていただきたい。これは県内に特化した情報、特に、まあ、収入が少ない沖縄県ですから、特にお金の補助金ですとか、そういったことについてのところを厚くしております。あと、この本、さっき言った950円のがんだったら手に取るガイドが実は無料でダウンロードができるようになっておりますので、ぜひダウンロードしていただければと思います。あと、こちらの本もダウンロードができるようになっておりますので、データでお手元に。今、今年の半からは電子ブックなどで仕事を取らせていただきましたので、PDF でもダウンロードできますし、電子ブックとしても見ることができるようになりました。あとは、さらに再発対応のためと、体験機ということで、それぞれ本を紹介します。でこれらの本の一番いいところは、何がいいかというと、これ、内容もですね、もちろん日本のトップクラスの専門医が、してるんですね、その全ての内容を患者さんががんパネル、眼科のパネルという方が100人が選ばれた眼科医さんが一時期チェックしています。それで書き直しをしています。ですから、我々医療者の書いた文章は 100% 難しい文章になってしまったり、場合によっては患者さんを傷つける文章を書いて、知らず知らずに書いてしまったりすることがありますが、必ずそれを眼科医さんがチェックすることが絶対必要で、それを丁寧にやった。で、デジタルがこれでも本でありますので、ぜひこれを見て読んでいただければと思っています。で、もう一つは皆さんにお配りしている、眼科医さんの労働場所ガイド。私、離島が今ずっと回っているんですが、まあ、どこ行っても嫌いのか、がんだったらどうしたらいいのか、その答えを書いたものがこれ。内容は全て私も執筆させていただいて、今年ちょっとこれ、実は旧版の久米島版で、今年新版まで、新しい版ができまして、おそらく今年中に久米島の全ての世帯にお配りする予定でおります。で、
後ろ見ていただきますと8冊ありまして、竹富町、与那国町編から始まりまして、うん、久米島町編で、まあ、残念ですけど宮古島市と石垣市と、名護市以外 の、 あの市町村に関しましては全ての世帯で配布していただけるようにですねお願いをして、例えば田中村ですとか竹富町のほとんどの、島ですね、あとは東村のところは全部配布が終わっておりまして、これ全て無料で海外前に載せてですね配布させていただいています。まあ、何だったらどうしたらいいのか答えを出したものになります。実際これはですね沖縄県の眼科医さんとの療養が縛られる、スマートフォンでですね見ることができるようになっておりまして、ぜひ見ていただければと思います。で実際棚の村で患者からどうしたらいいのかをいちいち説明して、実際これを本出すだけがダメで、まあ、今各島々を回らせていただいてですね研修会のようなもの、まあ、まずは町長さんと伺ってですね各市町村長とお話をして、その後担当課長を説明して、その後地元の診療所の先生方とお話をした上で住民向けの講演会をして、私が全体になって地元の診療所の所長さんにお話をしていただくような、そういう今ことをして市内も回っておりまして、まあ、現在黄色がですねパッケージとして終わった島で、この市のところは今年で回るということで、すべての、まあ島を回るようにちょっとずつですけどね、6カ所ぐらいずつちょっとですけど回らせていただいて、その島でがんだったらどうしたらいいのかということをお話をさせていただいています。で、あとウェブサイトに関しましては、ここが1番で、ここ以外は見る必要がありません。国立がん研究センターのところになります。で、あとは基本的なニュースですが、そこでこういう各がん種の基本知識についてあるのが載っておりますので、それを参考にしていただいて、あとはがん相談支援センターといいまして、皆さんに今日お配りしたパンフレットなんですが、まあ、ここのところの一番最初ががん相談支援センター、このいいところは例えば龍谷病院のがん相談支援センターありますが、ここは龍谷病院で一度も受診したことがなくっても沖縄県民、日本国民であれば誰でも無料で対面相談、電話相談ができますので、もし何か困ったらまずはここに電話していただければ無料ですし、龍谷病院以外の患者さんにも全て無料で対応、また同じ方針で対応させていただきますので、また皆さん、ご参考になっていただければと思います。で、あともちょっと時間ので行政的なお話はちょっと割愛させていただきますので、資料に関しましては、つけてまいりましたので、ぜひ皆さんご確認していただければと思います。まあ、最後になりますが、これ最後のスライドなんですが、まあ、女性は60歳までに9人に1人が、男性は60歳までに14人に1人が、そして70歳で区切りますと5人に1人ががんになったわけです。ですから働いている皆さん自身が、内緒皆さんの職場で働いている方々が概念を取ったら当たり前のものなんですね。ですからその時にぜひお対応をよろしくお願いしますし、もし何か困ったことがあれば直接私に電話をしていただければと思いますので、まあ、そういった仕事をするために私もまあおりますので、ぜひ皆さん気軽にご連絡いただければと思います。今日は本当にご清聴ありがとうございました。